皆さん、ただの岩田は初めと岩田と岩田現在、工事中。ああ、はい、工事中、そっちね。すいません、近いのは工事中で、バカうるせえです、ね、永遠にうるさいですけど、たまに都心津が工事中の別の SE を入れたりして、楽しい雰囲気なのかなみたいなごまかしますね。練習で入れてるんだ。たまにこうガガガガガガみたいなやつをこっちから入れてガガガガガ。そんなにうるさくなかったらどうしよう。これ聞こえてるから意外と分かりづらい可能性ありません。ちょっと一回静かにしよう。さすがにか、結構動いてますね。ハケが動いてる。円滑に進めるために嘘をつきまくりますんでね、今から。買い物をしたらね、はい、自慢がしたい。確かにね、大体この自慢する内容って金額がやっぱ分かりやすいな、はい、俺100万円使っちゃったぜって言ったら、うおーってなるじゃないですか、ね、これって非常にコスパの悪い自慢だなと思いまして、はい、すごいと思われるために100万円使ってたら空っけつになっちゃうじゃないですか、はい、うん、それも嘘なんですけど。そんな時にどうやって買い物したぞっていうこの話で自慢したらコスパがいいかなって考えた時に気づきました。はい、レシートの長さじゃないかと。なるほど。本当か？レシートの長さ思ってんだね。いや嘘です。だよな。まあでも単純に長いレシートってすごいなって思うじゃないですか。確かに。あれって100万円のもの1個ポンって買ってもレシートって多分短いし、1円のものを100個買ったらもう100万円の100倍ぐらいの長さのレシートになっちゃうわけです。確かに。なんで今日は自分の身長にいっちゃん近いレシート持ってきたやつが勝ち対決。皆さん買い物それぞれ行ってきて、はい、レシートを入手してきてくれたと思います、はい、皆さんに VTR の方をちょっと見てもらって、その後に実際に計測してみて誰が一番近かったのかなってやるんですけど、はい、今回一番自分の身長から遠かった人、はい、一番近かった人の代金デオモリ。あああ、分かんない。これさ、サボるやついないと思うんだよね。怖いな。まあまあね、もう早速ですよ、 VTR の方見ていっちゃいましょうかね。はい、なんか今日は映像見れたり見れなかったりみたいな。ああ、いや見れるでしょ。視聴者さんは絶対見れる。あ、絶対見れる。視聴者さんは絶対見れる。いや、やばいでしょ。お待ちくださいって言う。映像ありませんって全員あるよね。映像ありますよ。ありましたよ。今この瞬間で見れる視聴者にいますかって話。まあそうね。だから俺らが、あの、LINE で量が聞いたんだよ、確かに。そう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 。レシート動画の買い物シーンカットしておくって来たんで、僕編集でね、まとめる役なんで、映像見せれる人はそうした方がいいかもね。いや、全員あるからね。素材がみんな長いかなと思って。まあまあ、買い物長かったけど、カットしきれないし見るかなと思って、主に俺とかね。で、その成果発表します。はい、誰が持ってきたのか。あ、そうですね。この場で映像を見せれる人、はい、せーの。思ったより少ないんだ。マジかよ。やっぱ僕もとしみつのおっしゃる通り、としみつ編集が楽になるなと思ってやり始めたんですけど、編集した後も絶対編集になったんで、確かに最初と最後のみんなに見せようってとこだって。あ、全然いいと。ちなみに僕もあの LINE 見て、おお、よっとやんなくていい。そっちなんだ。いや、としみつが大変かなと思うよ。でもやっぱね、ブルケード作成の気持ち読まないと。分かった上で優しさだわ。ある人から見ます？せっかく。あ、まあそうっすね。まあでも途中からワイプ減るのもなんか寂しいか。まあ全然見なくていいんだ、俺ら。俺と年光の虫さんで、こう2人を挟んで、ワイプなしありなしありなしって。いいのよ。お得感、交互でね。いいのよ。どの方針でいきますか。いや、まあ交互でいきますけど。挟みますか。挟みましょうか。じゃあ、ワイからやな。あ、なしからいきますか。なしなし。じゃあ、VTR。こちらです。私、こちらの丸善名古屋本店さんにお邪魔してですね、本をたくさん買っていきたいと思います。僕身長が157センチなんですけど、まあ160、70、80冊くらいは買っていいんじゃないかなと。早速入っていきましょう。で、今日はちょっとあんまりこの吟味してるというよりは、もう気になったもの全部パッパって入れてった方がいいと思うから、全読書人が選ぶ文庫総選挙一気読み第1位、これはいいですね。そうか、漫画をまとめ買いするっていうのもありですね。まあ、ここは多分いわゆる各文庫さんの名作がある場所ですね。ここはもう間違いないんで、まあ、適当にパパッとつまんでいきます。
漫画コーナーやってきました。多分今これで120冊くらい買ってる気がするんですよね。なのであと50から70冊くらい買ったらちょうどいいんじゃないかなというところなんですけど、キングダム全巻今買うとプラス71冊僕の計算だと190冊くらいになるんで、キングダム全巻買います。在庫があるかわかんないですけど、今から聞いてみて、ありそうだったら全部買っちゃってストップといたしたいと思います。キングダムなんですけど取り寄せになっちゃうそうです。え、ないです。じゃああるところまで買います。でちょっと悩んでたんですけど、ハガレンは名作なんでちょっと全部買います。ただ僕の計算だとあと15冊くらいでいい気がするんだよね。うわ、北斗の拳新装版が18巻だ。興味ねえな北斗の拳は。めちゃくちゃ面白いですよ。嘘、全部読みましたよ。本当に当たり前じゃないですか。わあったよ、北斗の拳新装版18冊買うわ。これで多分僕の計算的にちょうどぴったりくらいな気がします。というわけで今日僕が買う本をこんな感じでまとめていただきました。 1,2 冊ずれてるかもしれないですが170冊買います。計算通りくらいなのではないでしょうか。すいません、あのレジ1回の件数が99件までしか読めなくて、はここで一回ストップになっちゃうんですよ。なるほどじゃあもうそれでどんだけ長く出るかということでやらせてもらいます。はい、はい、はい、あ、長い長い長い。僕が思ってたより1冊あたりの幅がでかいから大丈夫かもしれない。じゃあ残りの方もはいお願いします。あとはもうただただ僕のプライベートお買い物が後ろで行われています。ということで、ご覧の通り99点までしか登録できなかったようで、でも悪くないと思う。僕の身長の低さで勝ちをつかみ取る、マルゼンさん本当に今日はありがとうございました。という感じでございます。なるほどね。ちょっと大誤算が大誤算、そういうこと起こる。大誤算あるよね。レジ ね、そのレジの仕組みというかそのレシートをあらかじめ、ね、どんなやつですかって聞いちゃいけないっていう、そうでしたね。一応ちょっと現物持ってきますね。お、はい、きた。はい、こちらがね、買った本です。おー、すごい。あー、でも2箱ぐらいだ。これはレシート分2個とも入っちゃってる。はい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 。じゃあレシートの99点プラス、すごい、まだ全然ある。プライベートの大量の本で、あ、パンパンです。4箱パンパン、うん、パン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 。はいはいはい。これ嬉しい、気持ちいいんだよ。ということでございまして、レシートはこちらです。はい、みんなとこういうさ、こういうの関係ないよね。これは違うんじゃない、一応違うんだね。付属はしておきます。どうしたらスタイルとかめっちゃ有利になっちゃうね。たくさん組まれるからね。はい、私レシート、じゃあちょっと準備して引っ張ってみよう。せーの、やばいやばい。おー、こんなもんか。あ、でも虫さんの身長ぐらいまだでも意外とやっぱ、あー、でもあー、でもすごいいいじゃん、いい感じじゃない。結構良くない。まあ、こんなもんなんで、まず僕は足りない方でした。まあ当然ですけど、てか良かったね、99で。まあちょっと正確な長さとかは後ほど、そうだね、後ほど裏にいるたけしに測っといてもらいますが、はい、運がすごい良かったね、これでね。思ったよりこの1冊の幅がでかくて1センチあっても欲しくないみたいな。でかいんだ。なるほど。その変な番号みたいな の本だから、はいはい、本は自慢しやすい、結構自慢しやすい、ね、レシートよりこっちの方がおおってなってる。さあ、お次、はい、映像あり組どっちでいきますか。どっちでも今パソコンある、はい、うん、じゃあ、うん、いや、りょうが何を買うんだろう。りょうの家ってすごいさ、物全然置いてないイメージ。だからミニマリスト系だもんね。いっぱい買うの嫌いだろうなって思いながら、こちらが僕が買ってきたものです。レシート新調チャレンジ。あー、なるほど、ね、ということで僕が大量に買って困らないものがもう何もないということで、比較的賞味期限が長い酒屋さんに来ました。ここでお酒を大量に買おうかなと思います。僕の身長が186センチです。これが本当なんで186センチを目指していろいろ買っていきたいと思います。ここは酒の過ぎた岡崎本店さんでございます。これまさか、これにいろいろ入れていきたいと思います。ここのレシートは知らないんですけど、セブンイレブンのレシートだと大体3商品で1センチぐらいなんですよ。で、2個まではその2列になって、まあ、かける2とかで2列になるんですよ。で、3個以上はもうかける3、2のとこが3になるだけだから、同じ商品は2個までしか買えない。なんで2個ならいいって。いや聞いてよ聞いてよ、貸し心も見て。いや、もう久しぶりです。20年ぶりですよね。20年ぶり、僕の
お父さんのお友達で家族ぐるみで仲良くてリンゴ狩りとか行ったりしたパパが今20年ぶりでそこにいて、で娘さんがちょっと娘さんがこんにちは、娘さんも20年ぶりぐらいなんですけど、僕の幼馴染というかね、娘の幼馴染で20年ぶりの再会、めちゃくちゃおすすめのワインが、あ、そうなの、めっちゃ買う、めっちゃ買う、分かんないけど、言ったやつ全部買って、言ったやつ全部買って、坊やが聞いてよ、こいつは全然聞いてない、ワイプあったら喋りたくなっちゃう、オンパスワンがバカコケって一番におすすめです、この企画ね、実は一番だと思ってもらえるんです、くだりがあったらこれに気をつけて、ちゃんと杉田さんだ、いやいやいや、当たり前だ、そうだろう、オンパスワン買います、まだ知ってほしい、やったぜ、なかなかどうしてもね、オンパスワン、思っちゃうね、うわ、上がるな、いいよ、上がるな、ゆくとの同級生でもあるけど、3,000、4,5,000円以内にしましょう、5,000円以内のものにしましょう、この企画に必要ない高額商品買ってたよね、7万円くらいされてる、ドンペリです、こちらは31,680円、えって、こいつ下に奢ってもらえるからって、せっかくなので、はい、180×3,540品買うわけじゃん、で、うちの40品まだあと500買わないといけない、ちょっと数分かんなくなっちゃいました、まあ喋りながらやってるんで分かんなくなっちゃったんですけど、こっからは小さいこういうお菓子をどんどん買っていきたいと思います、大事、この辺も強みでしょ、電源切れちゃうよ、そうなんだよね、いいでしょう、これでレジに持っていきたいと思います、え、やばいじゃん、やばいじゃん、そうだよね、こうなるよね、そうなんだ、でも俺入ってくる時にはこうなると思ってなかった、あ、お、え、なに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 、大丈夫、ちょっとレジの形状で、はい、300件を超えると商品ができないので、ここまで、ここが、あ、これだけ打てなかったってことはレシートが別になるってこと、これはじゃあ買わないです、え、あとであとでもらって、大変ものすぎるな、なるほどね、合計はある、合計で今547点、おお、上振れ、俺の中で上振れ、じゃあレシートを出してもらいます、お願いします、お金払わないと出ない、決まってるだろ、バカか、そうね、36万3534円です、うわ、来た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 、え、待って待って、長いか長いか、うん、ありがとうございました、おお、喋りすぎだろお前ら、全然聞いてなかったからね、編集もしなくていい、予想になるじゃん、それレシートの商品持ってきてちょうだい、まあこれで最後です、わ、もうロックリーのモノマネ、裏レンゲのモノマネだ、すごい、すごいね、すごいね、すごいね、ダメだ、なんかもうバレてるもん、レシートよりすごいことすんのやめてよ、で、レシートですよ、はい、あの時ちょっと短く感じたんですけど長かったね、はい、引いちゃいます、引きます、よいしょー、長い、あー長い、おお、超えた、あ、超えてる、超えてる、あ、でもすごい、でも結構ビタかも、ビタだよ、ほんと、いや、これファインプレーと言っていいんじゃない、でも動画的には僕よりも量が1位になった方が払う額がでかいから思うよね、いや、そうだね、これ結構払いたくないもんね、うん、で、これってセンチなのかパーセントなのか全然違ってくるよ、センチでしょ、いや、パーセントでしょ、だってそうしたら僕ただただ不利だもんな、だからパーセントじゃない、センチしたら俺が勝ったとしてもね、買ってもらえる額が少なくなっちゃうから、それは背伸ばさなかったのが悪いじゃん、お前もう背伸びてさ、イケメンなんだからいいだろうがよ、身体的いじりです、身体的いじり、まあ今回ルール的にはセンチです、おー、マジかよ、センチか、分かりやすいんだやっぱね、じゃあ俺絶対無理だ、本当に本当に勝てるわけないじゃん、さあ、工事の勢いを増したところで結構増してきました、3番手いいです、いいですか、じゃあ僕の VTR 見ていただきたいと思います、どうぞ、178.2cm チーム、まあ、いわゆるモテ身長なわけですね、そんなモテ身長の僕が来たのはこちらでございます、ベンズアレイ竹内さん、そう、モテ男にはスマートな文房具が似合うということでね、こちらでたくさんお買い物させていただこうかなと思いました、僕の予想だと200から300買わなきゃいけないと思っています、
多分行きましょう。352円タンポポのお手紙、352円チューリップのおはがき、220円、374円、同じもの買っちゃうと掛け2みたいになっちゃって意味がないので、どんどん違うものを買っていく。ステッカーは全種いっちゃう。 OK、 ちゃんと名前違うわ。はい、107点。206点になりました。もしかしたらあと本当30点ぐらい。239点。もうこれね、勝ちました。もう1位を獲得した自信がある今、やっちゃおう。すいません、サイコロガラスペンありますか。ちょっとメンバーがおごってくれるみたいで。じゃあこのメンバー、はい、ガラスペンで作家さんとかもいるんですか。量産品ってよりは、そう、一本一本手作りなので。それは熱いですね。これいい。これスターダストと申します。ここ素敵。ここがいい。スターダストください。スターダスト、はい、絶対におごってもらわないといけない。これはカーネリアンエジプトもください。こちらで、はい、以上241点こちらを購入したいと思います。色違いとかってさ、ちゃんとさ、分かれるよね。レシートにかける何個とかでね、やっぱ色ごとでちゃんと出ますよね。物によってはかける何個です。え？え？それは機械が判断するってこと？私たちが判断する？え？まあ、何も言えないですね、これね。何も言えない。すごい怖くなってきた。ちなみに今それは値段をもう合わせることだなと思って。ああ、値段ごとで分けてね。なるほど。結構やると大変なことになっちゃうかな。値段分けする4種類。あ、以上になりました。さあ、ありがとうございます。見てもいいですか。どうもありがとうございます。そっか、パッと見ですけどね、ちょっと短かったかなって思いました。まあしかしね、みんなも絶対こういうミスあると思うんで、ちょっとそこを期待してね、まだ1位の可能性は全然あると思うんで、祈りながら帰ります。という感じで。あらいや、マジで言っちゃいけないもんね。そうだね。あんな綺麗にさ、あ、全然まとめちゃいますみたいな感じで向こうが優しそうだもんな。そう、まさかね、こっちがレシートのそのさ、分けてほしいって、もう全く思ってない。そう、短ければ短いこといいんだから。ということで、はい、買ってきたものを持ってきてもらいましょう、はい、おっ、あー、ペンだからちょっと、おお、意外とじゃじゃ、あ、でもすごいね。あ、すごい。じゃあじゃあ、めっちゃあるやん。結構これ上がるし、イランペン揃えてもしかないなと思って。はい、シンプルなやつと各色の筆ペン。え、すげえ、そんなあんの今。色が違う。色がこれ、この種類でももう20ぐらい。え、すごい、面白い。本当だ。あとこちら、わー、じゃーん、おー、すごい、キラキラ。ガラスペンはいつ見ても12秒心をくすぐる。そうだね、すごい美しいね。レシート持ってきてもらっていいですか。レジの点数で止まるとか僕はなかったんで、まとめられたやつとかがちょっとどうなってたんで、いきます。はい、ルルルル、すごい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 、いけいけ、あー、お、でもすごい。僕と同じくらいか。確かにこのすねぐらい、下15センチぐらいかも。マジ悲しいやつ見てほしいね。ここにさ、個数があるんだけどさ、その他文具24。おー、でも助けられてる気するよ。確かに24はやりすぎてる。助けられてる。だってもっと言ってたでしょ。確かに多分全部で、ね、50個ぐらいはまとめられてる気がする。いい買い物しましたね、うん、いや悪くないですよ。全然戦えてるぞ。さあ、ワイプのターンが来ました。さあ、来ました、はい、まあ僕ですね。はい、はい、まあそのままでいきます。よいしょ、僕の映像こちらです。僕が選んだ場所はこちら、釣り具屋さん。まあ今回はですね、石黒大十字店さんの方にお邪魔して、まあたくさん買い物していこうかなと思います。それじゃあ早速行きましょう。まずね、竿を買おうよと。なんでこんなフレームレート落としてるの。で、竿もマジいろいろあんのよ。いいじゃんこれ。ちょい投げ、深釣り、探り釣り、サビ釣りだから。お前どう
これ別になんかあの堤防とかでめちゃくちゃ使えるんですよ。3本ぐらい買っとこうかな。はい、対象魚キス、カレイ、アイナメ、石持ち、カサゴなどっていう、まあ本当堤防からねちょい投げで取れるような魚なんで、まあそこの道具を一旦意識揃えようかな。キスとかそういう系の、なんでちょっとこっち行きましょう。じゃあちょい投げとかな、キスとか使えるんで。でもなんか何も考えずに買ってたけどさ、合ってるのかな。まあいいか、とりあえず全種類買っていけば何も間違いはない。タイとかなんかライトジギング、まあなんかもう分からんで、もう買います。はい、いやでもまあそれも運命か。まあできるだけ値段違うもの買おう。何個だ今、60個かな。61、62、63、64、65、69、70。まあ今130点買ったんですけど、もうだいぶパンパンになりました。ただただ選んでるだけの映像が続くんで、最後お会計の時にねまたカメラ回そうかなと思います。さあ1時間ぐらいかな、買い物しまして、はい、こちらこんだけ買います。4カゴ、これでだいたい数数えて250個ぐらいで、だいたいまあこんくらいだろう。でちょっとオーバー余分で買って、プラスアルファこの上下の10センチがあって100何センチなんじゃないかなと思うんで、早速お会計していきたいと思います。はい、ありがとうございます。よいしょ。え、ほんと店によって違うもんね。終わった。やっと会計が終わりました。どんぐらいの長さなのかちょっと分かんないんで、もう早速出してもらいましょう。お願いします。はい、出てきます。あ、出てくる、はい、出てくるぞ。あ、いいね、前に出てくるのいいね。めちゃくちゃ長い。はい、出ました。まあ、でかいけども、まあ、何センチかっていうのね、詳しいのはちょっとスタジオでちゃんと正式に測って競技に参加したいと思います。それではスタジオにお戻しします。はい、おお、どうなんだろう。じゃあ、まあ、まず買ったもの見ますか。はい、持ってきてください。勢いすごかったね。うん、いやー、アムレジありがたい ね、うん、すごい。あー、すごい、サオも買ってるね。で、まあ、3袋かな。バス釣りも始めようかなと思ってね。おお、こういうのとか買ったりとか、皮とかのやつを買ったりして、ワクワクが止まらないじゃん。すごいよ。まあ、とりあえず釣りには困らない。釣りマスターが、まあ、マスターではない。マスターこういう買い方しないと思うわ。じゃあ、レシートを引っ張ってもらおう。はい。え、でもちょっと長く見えたけど、なんか長く見えたね。くるくるってなってるんですけど。おお、いや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 ん、じゃーん、あれれ、ちょっと待って、長い、全然地面ついてるって、すごい、え、バイバイバイじゃん。長すぎ。そうなんです、めちゃくちゃ長かった。すごい。でも逆にこれ、いや長かった。長いな。これちょっと傲慢なやつってことになっちゃうかな。そう、ね、傲慢ですよ。そうね、ここまで来られるとちょっと自慢された時にうっせえなってなっちゃうね。良くない。商品番号が3行になってるんだ。すげえ。しかもルアーとかが 10% オフだったのよ。10%オフって書かれちゃって4行になっちゃう。4行、なるほど、それは長いよ。アプリ入れるとね。うわ、俺がこのレシートタイプだったらマジ終わってたわ。これお値段も可愛くないでしょ。可愛くないのよ。29万。おお、まあ、30万円ぐらいだね。いい大人買いしてね。よかったね、夢丸が優勝することはもうないけど。うん、みんなで釣り行きましょう。それは嬉しい。ということで、まあさすがに見たら分かると思うんですけど、現状どべです。現状どべ、いやーですよ。たくさん買ってそれきついのか、やっぱりね。いやね、正直言うとめっちゃショックだった。正直だ。で、今のところ今全然量が1位の可能性あるから、そしたらプラス30万円だから60万。この企画でバカだねー。私、映像ございません。はい、映像見てもらいましょう。はい、こんにちは。こんにちは、としみつです。ということでやってきました。何を買うんだって話で、あの、考えたんですが、どうせ買うなら好きなもんがいいなと思ってやってきました。こちらご覧ください。3ピース、はい、人に優しくね、あの、古着の卸の倉庫っていう、そういうね、3ピースさんにやってきました。はい、今回神奈川の平塚
やってまいりました。もうどんどん見ていくんで行きましょう。中にこうやってね、すごくないですか、ワクワクするでしょ。これとかやばくない？300円の山、はい、上上がっていい、はい、マジで俺全然これちゃんと面白いけどね。え、これなんか良くない？普通にこれ買います。これクリスマス着よう。分かったことがあって、ここにいると逆に何も買えません。これね、ちょっと無限大すぎて逆にちょっと見れないことが分かっちゃったんで、気になったら持ってきます。でこれ買ってもレシートになるよねっていうか、全然ドリンクもあるし、お菓子もで、キーホルダーとかも売ってんだ。これナンバープレートのやつもあるんですね、ベティちゃんのね。これかわいい。こういうのは買っていきましょう。これ何？これがね、アイラブビールの T シャツですね。これお願いします。これあれですね、マンダロリアン、スターウォーズ大好きなんで買います。なんだこれ、あ、テイラースイフトだ。7000円です。これ今日一高いです。今のところやばい、7000円積み上げちゃった。今さ1時間回したぐらいじゃない。ちょっと今どんぐらい買ってるか見ます。ちょっと見ていいですか。俺28個買ってるわ今。28か。でも全然だよねきっと。まだ行かないとダメだね。この辺を一通り買わなきゃダメなので、一緒になっちゃうかな、その雑貨という扱いになっちゃうのか。それ聞けないもんね。信じるしかないね。この辺はざっくりこんな感じですね。もう一回攻めます。まあこんなもんすか。いや足りないか、わかんねえ。どう考えても足りないとしか思えない。この倍欲しい気がするもん本当は。わかった、もうここからちょっともう作業で点取っていきます。一旦同じプリント何枚集めれるかチャレンジみたいな、そういうの初めて聞いた、はい、ひたすら買っていくぞ。ひたすら買っていくとか言って選んでるじゃないか。もうひたすばから選んでるじゃないか。選ばず取れよ。どことかさ、どことか買おう。やす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 。水買うか。いいよ、ハッピーハロウィン。買うか。いいよ、買うか。買うか。終了。じゃあこれいって一回お会計お願いします。来ました。以上で、ありがとうございます。もう出ちゃいます？どうしようかな。出ちゃうんですよね。じゃあそれ見ないんで、渡してあげてください。とりあえずは、本当に祈ります。はい。結果を待ちましょう。はい、って感じです。なるほどね。大変そうだな、これすごく大変で、時間大変です、ね、こういけないもんね。段ボールで言うと数箱、うわー、やばいじゃん。なんか分かんない、本当みんなはレシート出る瞬間見てたじゃんか。俺マジで見てないから、何が起きてるかも分かんない。分かんない。段ボール数箱って何着ぐらいなの、何点なんだろう。てか、あんな雑多に置かれてるやつさ、ちゃんとこのスカっていうか、されてるかね。もしくはコードとして、お会計するときに、値段で言ってたよ。手打ちみたいな。じゃあもしかしたらその1100円のものがいっぱいあったら1100円かける20とかって可能性ある。割とシンプルなタイプのレジの可能性あるよね。ある。ちょっと本当見てないから、物だけ先見る。物見ましょうか。おお、はいはいはい、まだまだ分かんないよ。すごい、あ、すごい。なんかうわ、こんな感じなの、輸入されたみたいな。ええ、どうやって予想する。予想してないの。おー、すごいね。買い方攻めすぎたね。おじさん買おうとガチ運命なんで、こうやって本当にダーンってありますと。へぇー、ないや、うん、どうした別ちゃん。いやー、臭くなっちゃう。古着の匂いがする。あんまバフバフやんないで、舞うから。汚いもん、ホコリとか。お前古着なに嫌いなの。これハゲハゲになってるよ。ほぼ1100円じゃん。あー、うん、止まっちゃってたらやばいな。1100円、うん、レシートありますね。はい、これでいったらすごいよ。うん、なるほどね。なるほどね。なるほどね。なんすか。引っ張ってください、実は。はい。おいしょ。おお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 お、意外と意外と、あ、いいよ。あれ。へそ上です。ネクタイ。ネクタイと同じぐらい。ちょうどいい。あ、そうだ。値段、値段やっぱ気になる。値段、値段が全部で10万。1500円。10万買ってこれはコスパ悪いって。いや短っ。どうなってる。そういうことして見せて。結構古着っていうのが鍵だったかも、うん、やっぱ表示の仕方が、うわっ、うわっ、値段1100円ってやったらもう1400円のボタン押す。いや、そう、ね、そうなんだ
ね。一応まとめられてはないけど、表示する内容がなさすぎて。いや、30万円分ぐらい買ったらちょうどよかったんで。神奈川県平塚市岡崎。え、岡崎で買ってきた。ほんとだ。岡崎じゃん。岡崎でこれ。よかったよ。よいしょ。ということで、はい、みんなのレシートが出揃いました。オッケー。こんなに自慢にならないよ。何やってんだこれ。画面外出ちゃってる。明らかにね、おかしい人が2人いるんですけど、一回他の3人聞きますか。そうね。はいはいはい。レシートの長さ。はい。129.4cm。おお。おお。え、じゃ、え、誤差は27.6cm。おお。はいはいはい。27.6。ごめん、27。よ。はい。112.5。ええー、すごい。2cm。リアクション間違ってる。186だから。お前ら計算早いと思った。2cm。なのでプラス26.5cm。おお、ほが。すごい。ええー。おお、すごい。勝ってんの。1位。今暫定1位。暫定。でも哲也がいいか。どうだ？哲也さん。はい。145cm。なのでマイナス30。うわ。優勝は行司。やったー。すごいすごい。マジか。一番高いところ優勝しました。おーおーおーっとー、ごめん、あよこれは、あダメー、これはわかんない、わかんないよこれ。どっちだろうね。僕は36万3534円。一番高いやつ。じゃあゆめまるのやつからお願いします。はい、ゆめまるさん301.5cm。やっちゃってる。やっちゃってるわ。プラス126.5cm。やっちゃってる。やっちゃってる。そして、スミさん58.5cm。はい。マイナス111.5cm。うわー、いい勝負した。負けー。やったー、あぶねー。すげー。うわー、おいおい、この機会60万とんなぜ。いい勝負してるもんね、上と下で。めっちゃいい勝負してる。すごいね。すごい。ちゃんと一番使ったやつと二番目に使ったやつが最悪のパターンじゃん、マジで。すごい。大学。おー。いやでも3メートルのレシートだって今後一生見ないと思うから。あんま見れないね。年齢ってその産業系のレシートだったら別に結構いいとこ行ってた。そうだね、今のこれ3倍と思ったらね。そうだね。パッと見、夢丸の1行が俺の3個じゃん。3個分。そうだね。うわー。これ何しなんだっけ。これで、あ、240点。おー。でも俺547だから本当に運じゃね。レシートの運。いやもう本当店選びもかなりこのゲームにおいて重要だったね。ということで、今回最も買い物を自慢できたのはりょうさん、そしてゼロ円になって超得をしたのはりょうさん。おー、すごい。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。結構まさかだったな。俺もうレジでこう出てきた時に負けたわ。ウィー、あー負けた。皆さんもぜひ自慢がしたいなと思ったら、多分石黒がコスパいいと思いますのでね、ぜひ買い物してみてはいかがでしょうか。また次回のレシートでお会いしましょう。さよなら。